は日本の映画監督、脚本家、俳優、エッセイスト、差し絵画家。本名は、池内義人よ。日本のルネクレールと呼ばれた、知性派の監督で、差し絵画家として活躍後、同窓の伊藤大介の勧めで、映画界に入り、片岡千恵蔵プロダクションへ入社。作風は風刺と、開逆、人間味に富み、これまでの立ち回り主体の時代劇とは一線を画す。 現代的な時代劇で稲垣博士と共に新生命を開いた。その後は闘病生活を余儀なくされるが、シナリオ執筆や映画論、社会批評など著述に先進した。主な監督作に、国史無双、赤西書きた、シナリオに、無法末の一生、手を繋ぐことなど。長男は映画監督、俳優の伊丹十三、長女は大江健三郎夫人の大江ゆかり。 孫は作曲家の大江光、俳優の池内万作、池内万平。1900年1月2日、愛媛県松山市港町2丁目24番地に、管理の父、吉幸と母、菊代の長男として生まれる。後に二人の妹が生まれた。1906年、松山第一人常小学校に入学。この秋に、神戸新海地のかかり小屋で、初めて活動写真を見る。 1912年、旧姓姫県松山中学校に入学。在学中に、同窓の中村草太を、伊藤大輔、重松鶴之助らと回覧雑誌、楽天を作り、雑誌の口絵や差し絵を描いた。1917年3月、松山中学を卒業後、美術の道を志望するが、父の反対と家庭の事情で父と共に、カラフトに渡る。父は渡屋を営み、 万作は、おじの店を手伝わされたが、父の商売が失敗したため半年後に帰郷、おじの芝山井の獅子トラウマを頼って上京し、彼の勤める鉄道院に勤務した。その傍ら独学で洋画を学んだ。翌1918年、鉄道院を退職し、2月に少年向け雑誌、少年世界でに、石黒露優の小説。 小柄し吹く夜の挿絵を描いて、挿絵画家としてデビューする。同月の市場には、池内都夜坊の名で、ゴリラとピンクンという漫画も掲載している。その後は、本名の池内と世の名で、少年世界の挿絵を担当し、1919年には、水田と与平のペンネームで、中学生の挿絵も描いている。1920年からは同年刊行の、新生年、 女学生の西も担当し、K4 子で挿絵を描いた。この頃から、池内首の筆名を使っていた。同年、映画制作の事業に乗り出した松竹が、松竹キネマ俳優学校の研究生を募集した。万作は、伊藤大輔に、これに応募することを勧め、上京してきた伊藤と本郷区、根津須賀町の下宿二階三条で、同居生活を始める。しかし、 翌1921年には、大家から即時撤退を要求され、そのうち伊藤も試験をパスして、松竹キネマ俳優学校の生徒となり、一定の給費を受けるようになったため、谷中新島町の下宿で別々の部屋に暮らした。同年5月、補充兵として、広島の野放連隊に3ヶ月間入園した。百二十二年、演習招集を受けて三週間ほど服役し、 その後、伊藤と青山南町で、再び同居生活を始めた。この頃二人で、しきりに映画を見て歩いており、好きな俳優は、フランク・キーナンだったという。また、この頃の差し絵の収入は100円内外あったという。同年、さらに絵画を勉強するためと、廃病で、松山に療養している親友の野田実を見舞うために、松山に帰省する。1923年、 関東大震災後に上京、長崎村に初山茂と同居し、後に隣に小さな家を借りて自炊生活をした。1925年、中村草田を茂松鶴之介らと回覧雑誌、主楽を作り、絵画のほか、追筆、評論なども発表する。一方、芸術性を追求するうちに差し絵の仕事は減り、1926年には、 松山に帰郷して、重松、白川誠一と松山市三番町に、おでんや、氷太郎を開店する。はじめは、繁盛したが、年明け頃から経営は悪化し、1927年夏に、借金を残して閉店した。同年、知人夫妻を描いた、油彩画、市川夫妻の像が、岸田流星の目に留まり、激賞される。この絵は、 中村草太尾によって第一回大調和美術展に搬入され入選したが、画家の道は断念している。同年10月、京都に暮らしていた伊藤大輔に手紙を出して、彼の触覚となった。当時、伊藤の触覚だった人に香川良介と中川東吉がいる。伊藤の勧めで映画脚本を書くようになり、花火と建物を執筆する。11月、 奈良に、谷崎重郎プロダクションが設立されると、香川、中川らと共に、同プロに入り、俳優としての日々を過ごした。奈良には1ヶ月しかいなかったが、その間に書いた脚本が、わらじであった。12月、香川の台湾巡業に同行し、俳優として舞台に立った。1928年4月、台湾から帰国した満作は、5月10日に、 設立された片岡千恵蔵プロダクションに脚本家建築監督として入社し、同プロ第1回作品、天下太平記で脚本を執筆する。この時から伊丹万作の名を使用した。同年11月には、わらじを映画化したアダウチルテンで監督デビューする。しかし、体が弱かった万作は、同年に病気療養のため松山へ移り、そこで絵本武者修行と、 金田だすのシナリオを執筆した。前者は自身でメガホンを取るものの、撮影開始直前に病気が再発したため稲垣、広ロが代わりに監督して完成された。1930年、野田実のの妹である君と松山で結婚。この年に監督復帰し、春風の彼方へ、現氏構造出現、逃げ行く、昇殿次の3作を発表。1931年4月、 林不暴原作の、刀傷み水を、元六十三年と解題して脚色するが、シナリオ改定中に描画に付したため、本作も稲垣が代わりに監督して完成させた。同年は、同作の他、金敵、力太郎と、花火を監督している。1932年、伊勢谷十人原作の、国志無双を監督。本物の剣豪が偽物に破れるという内容で、 その知的で開虐に満ちたユーモアが注目を浴びた。また、この作品は、これまでの日本映画監督が持っていなかった三分精神を作品の中に盛り込んだと絶賛され、キネマ旬報ベスト10に第6位でランクインした。続いて、村松松風原作の人間基金を脚色、監督した闇打ち都政を発表し、風刺と開虐の精神で、 ひらけ象手蔵主の孤独を描いたが、検閲により、大幅にカットされた。1933年、地震初の陶器となる予定だった、江戸っ子かぐの撮影を行うが、片岡千恵像と意見が衝突し、撮影は中止となる。代わって、佐伯清が書いたシナリオを脚色した、渡り鳥基礎土産を監督し、続いて、山手木一郎原作の一年余実を、脚色。 監督した武道大観をとしまたぎで制作。武道大観制作後の1934年、伊藤監督の中心蔵人情編復習編で脚本と応援監督を務めたのを経て、5月に知恵プロを退社して新興キネマに移籍。1935年に移籍第一作で自身初の陶器となる中時売り出すを発表。 同年、知恵プロに出向して、戦国期短気まぐれガジャを、脚本、監督した。1936年、知恵プロの日活定携復帰作品となった、赤西柿田を監督。志賀直也の短編小説を原作に、伊達騒動を背景に、武男の武士の声を描いた。この作品は、作者の志賀本人も、大絶賛し、キネマ順法ベスト10第5位になるなど高い評価を、 受けた。痛みにとっても、国志無双と並ぶ代表作となった。同年、アーノルト・ファンク監督の日読合作、新しき土で共同監督に要請され、万作は自分の本領はシナリオにあって、監督にはないと主張して誇示するが聞かれず、共同監督を務めることになった。しかし、脚本執筆時からファンクとは意見が対立し、万作は、 ファンクとは別に作品を撮り、結果、ファンク版と痛み版の異なるバージョンが完成した。万作は、撮影には2倍の時間と労力を費やし、1年間の勢力を意もなく浪費したのであると本作のことを語っており、彼の失敗作となった。1937年、JO スタジオで、金子博文原作の故郷と岡本軌道原作のケンさんと女中を、 脚色、客職監督。同年9月10日、JO スタジオと他3社の合併で、東方映画が設立され、万作は東方映画東京撮影所に移籍する。同年、初の著作集、影絵雑記が出版される。1938年、レミゼラブルを本案した、巨人伝を、脚本、監督するが、これが最後の監督作品となり、公開後に、 肺結核を患って、闘病生活を送った。1940年、東方を退社し、1941年2月に、日活玉川撮影所に移籍再起の作品として、岩下春作の、富島松五郎伝を、いいやつの題名で、シナリオ化するが、健康が優れない理由から、企画段階で見送られた。1942年、 戦時統合による合併で、日活は大英となり、万作は大英所属となる。同年、山本雄三原作の不釈神明を脱行し、映画化も企画されるが、情報局の事前脚本審査で却下された。1943年、いいやつが稲垣博史によって、無法末の一生の題名で公開される。同年、女木工原作の木綿体兵器を執筆し、 五所平之助監督によって映画化が予定されたが、再び情報局の事前脚本審査で却下された。11月、山口県八代島に天地療養。1944年、シナリオ、手をつなぐことを執筆。翌1945年以降、東海道膝栗毛を執筆し、大英の1946年度の正月映画に、 予定されるが、連合軍総司令部民間情報教育局の検閲により映画化不許可となった。1946年映画春十8月号に戦争責任の問題を発表。1946年6月頃から田中正造の生涯を描く構想を練っていたが、病状が悪化し、同年9月21日午後6時30分、伊藤大輔と再審に見取られながら、 京都市上京区の自宅で死去。満46歳没。自生の区は、病が9年さらに、一夏を大変とす。満作は、脚本家として、弟子を取らなかったが、橋本忍だけには目をかけ、アドバイスをしており、実質的な弟子であった。伊丹の助監督から後年なを成した監督としては、市川昆がいる。没後に映画化された作品は、手をつなぐことを。 俺は、用心棒、恋風53時で、不蝉神明と、モメンタイ兵器は映画化されることはなかった。1961年11月15日、くま書房より、伊丹万作全集前三巻が、滋賀直也、伊藤大輔、北川冬彦、中野重春の監修で刊行された。第1巻に52作の長術、第2巻に44作の長術、第3巻に、 花火、天下太平記、国し無双、闇打ち都政、忠字売り出す、赤西かきた、無法末の一生、不釈神明、手を繋ぐことをの脚本が収録されている。1997年12月20日、長男の十三が、万64歳で亡くなり、2004年7月1日には、妻の君が、万100歳で死去した。2010年6月に、 地球学芸文庫から、伊丹万作エッセイ集が再刊された。万作の監督作品、全22本のうち、現存するのは8本のみで、新しき土、故郷、県産と、女獣、巨人殿は、完全尺で現存しており、戦国北短期まぐれかじゃは75分尺、赤西か北は78分尺のものが現存している。国志無は、東京国立近代美術館、 フィルムセンターが21分弱、松田映画社が8分弱の断片をそれぞれ所蔵しており、大阪芸術大学は花火の33秒弱の断片を発掘、所蔵している。カテゴリー、痛み万作の監督映画も参照カテゴリー、痛み万作の脚本作品も参照。ありがとうございます。